今日の節先生の黙々教室、はい、よろしくお願いします。今日も早速やっていきたいんですけれども、はい、今日はちょっと節先生にも無理難題を言ってみようかと、はあ、ということで今日のお題です。はい、はい、使うもの、はてなはてなはてな、道具、はてなはてなはてな、作るもの。節先生、夏です。食べるん違いますよ。はい、作るんです。これを、まあ、そう、これはスイカですよね。そうですね、ね、360度回してみてもスイカですよ、ね、美味しそうでしょ。あれ、めっちゃ夏、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 はい、この形、はい、このね、にっこりマークはね、はい、私も画用紙で切れそうな気がするんですよ。あ、はい、けど、はい、ここ、とりあえず材料集めに行きましょう。はい、行きましょう。はい、今回はね、何に使ってもいい、わがままを言ってよければ、はい、色もつけてほしい。あ、なるほど、色か。絵の具を使うことが決定しました。イエー。基本的には紙でいこうかな。頑張れー、頑張ります。はい、白い画用紙、バーイ。はい、そう、色つけてほしいって言ったんで、キットパスと手のひら絵の具、はい、はい、あとノリとテープと、で、あといつもの通り、節制せじさんのすごいカッターたち、どういうことになるのか、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。さて、形をコピーする、幸いラップかかっておるので、はい、もう時間にあります。なるほど、はい、後でちゃんと食べれるから、はい、はい、触っても美味しく召し上がります。はい、これを、はい、紙の上に置いてトレースします。食品をそんな使い方したことないです。ですわね、うん、で、切り抜いたこっち側がこの形になるわけですね。なるほど、足りない、足りない。もう一枚入れてやります。はい、こっち取ったので間違いを、このこっちですね。問題はここですわ、ちょっと立体的に取らなければならないので、テープと、紙を使って丸いんですよね。これを綺麗にちょっと再現して、うん、取りたいなと思うので、こう取った場合、紙やとまっすぐなので、ここに隙間ができるわけですよ。はい、この部分を詰めていくことによって大雑把なところにます、この形で。大雑把も丁寧や。はい、はい、一旦切ります。もう一回またスイカを、はい、です。で、貼って剥がせるマスキングテープで一回ここ、ここの空いた隙間のところを詰めていきます。何個か切り込みを入れて、これをこういうことによって、ちょっと R の隙間をなくしていく。なるほど。隙間ある感じですね。はい、これは結構勉強になりますね。夏休みの工作にはスイカ作ろう。反対側、すごい、はい、へえ、隙間がすごい大きいからこれを縮めていきます。だいぶ隙間なくなった、ね、スイカになった、はい、でこれを優しく剥がしますよ、ね、テープを残しましょう。はい、ちょっと皮っぽいでしょ。わ、皮になった、はい、皮でした。すごい、外側の形ができました、はい、でこれはあくまで、型紙とします。これが、それでいい紙を置いてたんですね、最後に。はい、ええ紙使わへんねやろうなって思ってたのに、しまった、また騙された。これをまたさっきのように平らに戻していきます、はい、ここも結構集まってきちゃってると難しいので、でこうするとちょっとした隙間でこれだけ、はい、平らになるっていう、はい、こういうことをします。だからもう一回、はい、
線をトレースして、絶対私はぐちゃぐちゃにする、動くからね、あ、こんな時にマスキングテープ、貼って剥がせるマスキングテープ、うん、感じで線が取れました。はい、ここの、はい、隙間のところはのり代として使うので、このまま生かしておきます。あ、切り落とすわけじゃないですね。はい、切り落とすわけではないです。ハサミでもいいですけども、一気に切りたいのでカッターでいきます。簡単に切れてるように見えると思いますけど、皆さんこれは結構できないですよ。で、上手やってます。片っぽずつ切って、はい、残さないかな、残した方をのり塩にします。はい、ここが重なったら、はい、こんだけいらないので、うん、これは切り取ります。処理していくんですかね。そうですね、うん、で、これを貼り合わせて、うん、さっきのところを重ねて止めていく、うん、はい、これでちょっと土台ができたかなと思います、うん、はい、こうなりました。次、さっきの2つの面をトレースするか、そのまま使うか、どっちかだな、うん、あ、足りないな、じゃあこのまま行こうこれもこれに、まあ、くっついていくためにペーパープラフとかします、はいはい、今度まだのり代が必要になっているので、だから上を残して切ったんですね、はい、欲しい形はこの形なんですけども、ここからくっつけるためののり代、これくらいで、丸いやつはこのままくっつけるとシワシワになっちゃうので、こういう風に間を、もうこれだいぶ大雑把ですけど、のり代残さないと切っちゃっていいんですよね。あ、これがのり代ですね、うん、あ、そうかそうかそうか、ここがのり代になります。なるほど、今度はこれと貼り合わせることになるので、はい、こっちはまっすぐ切っちゃいます。なるほど、はい、縫い代はこちらだけ下の方だけ作ります。今回色を塗るので、はい、外側にテープとかが来るのをちょっとできるだけ避けたいなと、うん、このようなことをしている次第でございま す,、うん、います。それでパーツは揃いました、はい、先に色を塗っちまおうかなと。おお、なるほど、これも段取りですね。はい、乾くのを待っている間にまた次の作業をするっていうのがいろいろ効率的にはいいかなと、はい、なれたらすっごい待つんやったらこの間お掃除しようかなとか、まあ、そういう感じです、うん、なるほど、はい、ごみを捨てるとかね。なるほど、はい、大事ですね。そういうことです、はい、まあ、果肉の部分からじゃあ塗っていこうと思います。まずクレヨンで色を使います、うん、種をね、ね、2、5、3、5、スイカの気持ちになってたね、はい、これもこっちで、はい、あ、こっち全くないですね。そうなんです、全然ないですね、まあ、多分中にあるんでしょうけどね、切ったところにたまたま見る、もう寂しいのでスイカ感あるような工作だからリアルじゃなくてもいいと、うん、それは自由に、食べるスイカによって絶対種の数も違う切ったところもね、はい、で、まあ、何個か描いちゃいます。あ、それも美味しそう、はい、次、白いですけど塩で描きます。で、緑の皮のちょっと薄い、あ、なるほど、グラデー、はい、ここから赤は使いません、はい、うん、こっちを使います。なるほど、はい、ここでいりますか。途中で指赤くなったら支障があるな
でも、あの吹いたらすぐ取れるけど。じゃあ別にいいです。本当ですか？はい、このままいきます。大胆にいきます。はい。油性のはずなら、これが塗っても弾いて残るはず。試しますけど、どうだ？多分水性。あ、弾いた。弾いた。お、残りますね。重なって塗っても。はい。いけた。いけたら下が汚れるので、引きます。はい。ただ弾いてるので、白いところも弾いてちょっと。あ、本当だ。あ、ちょっと混じった感が。やるにはなるかな。これは時間かかるぞ。手のひらでいったらどうですか。いっちゃう。そうか。やりすぎた。種消えた。種消えた。あ、本当や。消えてった。でも種消えたらこれ逆にここのリアリティが。あ、そうですね。出てきた。奥にいる感。奥にいる感が。奥にいる感。表現ってそういうことですよ。はい、なことするの久しぶりだ。楽しいでしょ。童心に帰れるでしょ。はい、きっと。じゃあ余ったのを拭き取ります。あ、なんと。そういう用法があるんですね。種伸びました。種伸びました。手で塗るのって楽しいですよね。楽しいですね。汚、はい、せるっていうのはね。今ね、結構ね、いろいろ嫌がる人もいるけどね。汚れたらいいんだよ。うん、どんどん汚れよ、みんなで。うん、洗濯して落ちるならいいじゃないっていうね。これね、本当に落ちるんですよ。ね、うん。真っ白な T シャツだったら若干残る。気付けよ。白目に着て。白目に着て。あ、白。まあまあ、あ、一回手を切れるし。これでちょっと水分が出てるからいけるかもしれない。いけるって。あ、すごい。白出てきた。おお、むしろリアリティ。いけたけど、はい。これでもちょっと乾き待ちですね、本当に。うん。いとかんとあかんですな。乾き待ちの間にスイカ切りますか？スイカ切りますか？完成品と並べなくて大丈夫ですか？あ、かも。そうです。同じことを緑。はい。でもやろうと思ったら硬い紙を選んでしまったので、うん、絵の具が使えないではないか。そうだなぁ。もっと乾くの時間かかるかも。じゃあクレヨンだけでいっちゃおうと思います。で、黒じゃないんですよね、本当はね。模様ね、濃い、はい、暗い緑なので緑で塗ってしまおう。まさにイラストとかやとね、縦線ピューって書いてたりするんやけど、うん、実際のはね、結構ギザギザしてるんですよね、稲妻みたいな、ね、稲妻みたいなってね、意外といろんなものがありますよね。これも一個一個違うもんね。なるほど。正解もないですよね。スイカの個性ですね、はい、あ、すごい、スイカの稲妻が出てきた、はい、で緑になじましたんで、一回ちょっと重ねます。なるほど、ね、単純黒じゃないって言ってたけど、どんな色か観察して再現してね、やったら面白いかもしれない。明るいところは黄色入れてもらったかしますね。すごい、スイカみたいになってきた。さっきのところが剥がれてきた。ぺっちゃんこうなった。薄くつけるのが味噌ですよね。うん、スイカの皮や。果たしてちゃんと組み立てられるのか、組み立てていきたいと思います。はい。丸のスイカになった。はい。これがここで折ったら。はい。半分のスイカになった。半分です。はい。よし。美味しそう、はい、すごい、できました。どうですか、節先生、初めてのスイカ作り。なかなか難儀しましたね。バール出すのは難しかったですね。ここの、なんていうんですかね、左右対称のスマイルじゃないっていうのもうまいことできてて、双子できた、はい、